今トイレ行ったら後世の話題で持ちきりだったな。すげえのなあいつ。うんうん。また得意の超絶技巧か。譜面通り作曲者の指示通り弾くってすごいことなんだ。としてはそこで評価するしかないんだけど、有馬くんコンクール荒らし回ったからな。プロノームコンクール仕様しもべ。なんだとかかってきやがる。何よこいつ。バッタバッシュ。うらー。壊れたシーソーみたいにギッコンバッタン、心臓が脈打ってる。みんな怖いよ、怖いよ舞台に上がるのは。見ているか聞いているか。有馬君には感謝している。君があいつを成長させた。いつか帰ってくると信じていたからだ。俺はお前に追いついたか。俺の憧れでいてくれるか。ライバルとは特別なものだ。特に思春期の男の子にとってはなおさらだろう。どうだ見たか有馬。うん、すごかったよ。おお大したことねえよ。キモ。二の舞、同じ穴のムジナ、ルイは友を呼ぶ。音がきらめきだ。星は君の頭上に輝くよ。ありったけの君で真摯に弾けばいいんだよ。一途な思いを聞かされると切なくなる。友達を好きな女の子届くかな。やっと帰ってきた。君がいるよ有馬光成くん。そりゃ誰だって戸惑うぜ。僕はたった一人でいいんだ。届くかな。届くといいな。有馬くんって面白い子ね。